オフィスオープン、XML とは、XML をベースとし、マイクロソフトが策定、イクマにより、標準化された、o x m l ストリクトと、マイクロソフト独自規格であり、マイクロソフトオフィス標準ファイル形式として利用される、o x m l トラッシュチャネルの2種類のオフィススイート用、ファイルフォーマットの総称である。マイクロソフトオフィスでは、標準ファイル形式に、 マイクロソフト独自形式である o x マル、トランジシャネルを利用しており、国際標準規格の観点でドフと比較する場合は、国際標準規格ではないことに注意する必要がある。また、この項でも、ストリクトとトランジシャネルを混同した記述が見受けられるので、読む際には注意を求められたい。2006年12月に、イクマによりイクマ、ま、マイナス376として、 標準化され、2008年4月には、ISO と IEC の合同技術委員会、ISO、IECJTC1 の副委員会 SC34 において、ISO、IEC29,500 として標準化された。競合国際規格として、ISO、IEC26,300、オパンドキアメントフォーマットがある。マイクロソフトオフィスはデータを保存するにあたり独自の、 バイナリ形式を用いてきたが、バージョン12からは、XML で記述された規格を、標準ファイル形式として採用した。それが、Office Open XML である。XML で記述された、文書群と画像などのバイナリデータを、Open Packaging Conventions により一つのファイルに、修正した構造となっている。なお、Open Packaging Conventions は、 ZIP が使用されている。従来使われている。Doc, XLS, PPT 形式とのバイナリー互換性はない。また、マクロを含む文書の拡張子は、d o c XLSM, PPTM である。オパンクスマルを標準フォーマットとして採用することでといったメリットが期待される。バージョン11以前でも、XML で記述された。 ファイル形式での保存は可能であったが、OfficeOpen, XML とは仕様が異なっている。OfficeOpen に XML に基づいて作られたファイルは、複数の XML ファイルから成り立っており、これらを ZIP で圧縮することにより一つの文書としている。これを OfficeOpen XML ではパッケージと呼んでいる。例えば Word の DACX ファイルを ZIP 形式のファイルとして展開すると、 以下のようなパーツから成り立っていることがわかる。個々の XML ファイルやフォルダをどのように設置するかは、オープンパッケージングカンベンションスと呼ばれる方法で定められている。また、以下のような専用のマークアップ言語を用いてデータは表現される。ISO, IEC29500、2008ISO, IEC29500 の使用書は、以下の4つのパートで構成され、 それぞれ独立した企画である。例として2008年版の構成は以下の通り、2012年版は一部がオンラインで閲覧できる。Office OpenXML は仕様の厳密さを重視したストリクトと過去との互換性を重視したトランジショナルの2種類を規定したファイルフォーマット仕様である。OpanXML は2006年12月には、 イクマの標準規格イクママイナス376として承認され ISO の承認へと作業が続けられた。しかし日本においては政府は中央省庁で2007年夏より調達するソフトに大使ソフトウェアが扱う文書やデータが国際規格もしくは日本工業規格に準拠していることを調達の原則条件とすることを決定しておりマイクロソフトオフィス製品は 対象外となる可能性があると懸念された。2007年7月1日には NHK が上記の考え方に基づき国が今後マイクロソフトのワードやエクセルを購入できなくなるという報道を行った。これに対して総務省は7月2日の定例会見において資料を配布しオープンな標準は国際企画や日本工業企画だけではなく その他の公的企画や業界団体による企画も含まれる概念であるため国際企画や日本工業企画に該当していない製品等が直ちに排除されるという理解は誤りですと NHK 報道は誤りであると反論したこの時点でオパンクスマルは標準化団体のイクマによってイクママイナス376として標準化されており総務省の言う その他の公的規格に該当する。さらに総務省は、加えて、政府調達の基本指針では、調達使用者の要求要件として、オープンな標準を優先して記載するということのみを定めており、オープンな標準に準拠した製品等を提案として求めるにとどまるものであって、提案された製品等を調達するか否かは、その他の要求要件とも照らし合わせて総合的に、 評価し決定されるものであることから、そのプロセスを経ずに、原則として、ワードやエクセルを購入できなくなるということはありません。と述べた。アメリカ合衆国マサチューセッツ州が、州政府の標準文書として、TOF を採用するなどの動きに対応するため、マイクロソフトは、オープン x m l トラレイタープロジェクトを立ち上げ、2007オフィスシステム用の TOF、 対応プラグインモジュール開発を進めた。2008年4月にはオパンクスマルも ISO 承認を得て、マイクロソフトは勝利宣言を出した。その一方で、マイクロソフトは6月にトフフォーマットに対応する意向を示し、オフィスシステム文書の総合運用性向上を進めるべくトフを策定する構造化情報標準促進協会のオフィス文書の ためのオープン文書形式技術委員会に参加。2009年には2007オフィスシステム SP 2で正式に DOF フォーマットの読み込みと保存に対応した。ただし DOF の再現性はあまり高くない。OPANX0 に類似する企画として DOF が存在する。どちらも XML 形式の規格であるが互換性はない。DOF を推進する。 フリーソフトウェア財団をはじめとする諸団体は、マイクロソフトによる市場の下線に反対する立場から、オパンクスマルは、クロスプラットフォームではない、マイクロソフトの圧倒的なシェアを利用した暴力だと、主張して、オパンクスマルに強く反対した。オパンクスマルの ISO 標準化の際には、両陣営の間で、激しい応酬が繰り広げられた。ちなみにクロスプラットフォームについては、 2012年2月現在、オパンクスマルを閲覧、編集できるオフィススイートが現れているが、オパンクスマルのまま保存できるオフィススイートは少ない。また、Microsoft 側は、上記の通りと符への対応を行っている。ありがとうございます。